こんにちは、アリチンチャンネルです。昨日からハッピーセマックのアピセットが変わりました。マクドナルドの、オールスター水鉄砲のハッピーセットです。早速まあアリチンも欲しいので買ってきました。3つも昨日ね。じゃあちょっとまずマックのハッピーセットの紹介でしたいと思います。ラインナップはこのラインナップありますね。1,2,3,4,5,6,7 で、今回はアリキン買ったのは、16日のものから、この中で3つ出るので3つ出ます。3つを買いました。ただまあ時々こっちも出るので、もうこれ全部ね、アリキンが、出るといいなと思ってます。はい、じゃあアリキンが欲しいのはまずこれです。これとあとオプティマスプライム。さあこれが2つがどっちかこのに出るかな。早速開けてみましょうか。はい、じゃあ、はい、これオールスターミズテッポというで、ラインナップも全部ここにありますね。先ほど3つ1,2,3 7つ1,2,3,4,5,6,7。アリケンもう一回になるけど、アリケン欲しいのはこれとオプティマスプライム。さあ水も用意しました。さあ開けましょう。早速ハサミ、ハサミくん、ハサミくん、はい。じゃあ何が出るかな、何が出るかな。はい、さあ皆さん覗きましょうか。お、はい、お、あ、緑ということはシンカリオンかな。シンカリオンかもね。じゃあ、あ、よ、あ、違う、緑じゃなくてごめんなさい、あ、黄色だったか。これドクターイエローだ。やった、1,2,3。本当だ、ドクターイエローだ。ドクターイエロー。イエス、まず、お、あ、これプラスチックでできてて、あ、聞こえてますか？水が出る場所。うん、まあまあ、面白い。よくできてる。さあ、遊び方だと、こういう書いてあります。水の中に入れて、で、横に押すと、水が出ます。じゃあ早速やってみましょう。水の中に入れて入れます。あ、見えますか。はい、お、はい、お、水が入るかな。水が入ってないな。水が入った。あ、水鉄砲見えますか。見えたね。こういうふうに。いいね。ドクターイエロー悪くない。いいね。じゃあ次は開けましょう。これね、平らでこう形。てるので、もしかしたらアリチンが欲しい赤いなのやつね。これね、これかも。ハイパーレスキュー止まるだろ。よし、開けましょう。ハイパーレスキューだといいな。ハイパーレスキュー、じゃじゃんじゃじゃん、開けましょう。赤、あ、やっぱり、やったー、ハイパーレスキューです。ドーン、お、かっこいい、かっこいいね。ハイパーレスキュー、じゃじゃーん、お、かっこいいね。これ大きいし、なんか意外と思ったよりもしっかりしててね、大きい。
さあ、遊び方は全部、ごめんなさい、水に入れて、で、あの机の上にくるーっと回すと水が出る。ちょっとやってみたいけど、水がびっちゃびちゃになるから、ごめんなさい、ちょっと後で最後にねやってみましょう。ちょっと、はい、じゃあ、やったやった、やったぞー。さあ、今回もこれは水鉄砲はまだ先だけど、ちょっと先にゲットできてよかった。はい、1、2、あとアリキン欲しいのはこれね、オプティマスプライムトランスフォーマー。さあ最後、じゃあオプティマスプライムは入るかな。もう一回ちょっと開けてみましょう。早速ティンティンティン、やったー。今回もついてます、ハイパーレスキューをゲットできた。はい、じゃあ何の色かな、ちょっと覗きましょう。オプティマスプライムだ。なんでわかるか皆さん、白、このやったぞー、123オプティマスプライム出てください。やったー。おかっこいい、お今までこれがないな、これだけはある。あ、アニメの宣伝だ。オプティマスプライムね、あ、TF チャーネル、チャーネルって、なるほどね。こういうトランスフォーマーも宣伝も入ってる。ね。あ、ね、これで、あとと、ああ、これなんだ。ボンボン TV。あ、YouTuber?はい、お、かっこいい。いろんなバンブルビー、あ、これ映画のね、DVD の宣伝。はい、早速、遊び方はこれが当てると、ここが出るんだよ。これ真っ白で、これに当たると、なんか、あ、面が、顔が出てくる。さあ、早速やってみましょう。これかわいい、これも、ほら、オプティマスプライム。うん、よくできてる。かっこいい。これって、はい。じゃあ水に入れてます。やりましょう。見えますかね、皆さん。はい、出します。ほら、水出て、ほら、絵が出て、水にあるとこんな、お、かっこいい絵が出てきた、ね、上に行くと全部水に当たると、じゃじゃーん、かっこいいね。よかった、リキが星2つが出てきました。はい、以上です。アリキンチャンネルでした。これが欲しかったでゲットできました。ありがとう。あ、またね、あの、ではここ、以上です。アリキンチャンネルでした。チャンネル登録もお願いします。またね、バイバイ。